さみです。本当に久々だよね。半年ぶりの YouTube 更新ということで、今回はですね、インスタグラムとツイッターから私に質問だったりとか何でも受け付けますっていうことで、いろいろコメントとかね、いただきまして、皆さん本当にありがとうございます。ということで、その中から30個選ばせていただきまして、その30個をどんどん回答していきたいと思います。1、お部屋が見たいです。うちのっていうかね、お部屋はですね、もうこんな感じ、こんな感じで、まあ後ろにグリーンがあったりとか、まあグリーンとグレーと木かなを基調とした部屋にしています。じゃあ2、来年からやりたいことはありますか？もちろんたくさんあります。まず必ずやりたいなと思ってるのは、ヨガの、ヨガを教えるとか、ランを教えるっていうか、一緒になんかやりたいよねっていう、ざっくりとしたことしか今思ってはないんですけど、なんかそういったことでまた皆さんとつながれたらなと思っています。動いております。はいはい、次3番、今後のキャリアプランはありますか？今は、会社員とラジオ DJ とたまに MC みたいな感じでやってるんですけど、今後はヨガとか、まあそう、私は本当に運動が大好きだから、フィットネスとかを人に伝えられて、さらになんか笑顔とかみんながハッピーになれたらいいなっていうね、なんかざっくりとしたビジョンなんだけれども、そんなことを考えています。4、もうウルトラマラソンは走らないのっていうことで、そうなの、私ね、何年前かな、四万十川ウルトラマラソン100キロを走ったことありまして、走ります。はい、でもね、まだねエントリーはしてないという状態です。5番、来年100キロマラソンに挑戦するのですが、アドバイスをくださいということで、まず100キロマラソン頑張ってください。アドバイス本当に辛いんだよね。けど辛いのは本当にその時の何時間とかで、でその後もう走り切った後ってもう達成感、もうフルマラソンと100キロってまた違う達成感が味わえるので、もう100キロ走った後のこの感想とか、この感じてることっていうのは本当に死ぬまで自分の記憶の中に残ると思うので、それを味わってほしいって思うので、頑張ってみてください。で、私はマラソンとかね、100キロマラソンとかで必ずこのさ、メダルあるじゃない、もう大好きなの、メダルが。で、私はメダルがある大会にいつもエントリーするんですけど、ちなみに四万十川の時はこちらですね、四万十川100キロの部完走みたいな感じで、こういうのずっとね宝物をボックスに入れています。ちなみにこれは名古屋のティファニーですね。そしてもう一個ね、みんなこう走ってる方やってほしいなって思うのですけど、こういうことやってる人とかいるのかな。私は走った時にもらえるゼッケンを全部こういう感じでファイリングしていて、でね、こう1枚ずつ見ると、あの時こうだったよなとか、いろいろねこれで思い出したりとかもするんですよね。なのでこういう感じで残してみるのもいいんじゃないかなって思います。6、ランニング月の目標距離は決めていますか？目標距離とね、今は決めていません。今はね、なんか大会とかエントリーしてないので、自由に楽しく走ってるっていう感じで、週に多分3-4走って、あとの違う日はヨガやってたりとか、そんな感じの生活なんですけど、マラソンの前は必ず100キロ月間で走るように決めています。7、ランニング前の準備運動、ランニング後のケアの方法を知りたいです。これもね、また紹介できたらいいよね、じっくりと。まあ、ざっくり言うと、準備運動私あんまりしてなくて、最初こう走り始めた時は本当にゆっくり走るペース、体をこう温めてゆっくり走って、ゆっくり走りながら筋肉がほぐれていくっていう感じで、準備体操は本当にあんまりしてない人です。で、ランニング後のケアは、まあ家で走るときはバッて走ってシャワー浴びて、そっからちょっとストレッチしたりとか、時間あるときは15分だけでもこの伸ばす系のヨガをやると、本当に体が喜ぶっていうか、伸びて気持ちいいです。8、寒い中走りに行くモチベーションを知りたいです。ねえ、寒
寒いよね最近とか、もっとこっから寒くなるけれども、私も全然冬は走る派で、もう一年中走ってるんですけど、モチベーションね、本当にさ布団から出るのが辛いんですけど、まあ、みんな一緒だよね。なんだけど私は四季を感じることが本当に好きなので、こう冬にしか味わえない匂いとかさ、あと冬にしか感じられないあのちょっと冷たい肌をパッてこう引き締まるようなあの冷たさっていうのが本当に好きなので、まあ外に出て寒ってなるけれどもね、5分だけ我慢すれば体がねどんどん温まって、まあ走った後は本当にねあの仕事とかもいい方向に動くので、走るのは私にとってはもう人生でなくてはならないものですね。はい、次9番、スポーツ好きそうなので尊敬しているアスリートやコーチはいますか？めちゃくちゃ尊敬している方っていうのは特定でいなくて、みんな本当に尊敬してて、もう大坂なおみ選手とかもめちゃくちゃ好きだし、もう本当いろんなジャンルのスポーツをやってる方っていうのはもう本当にみんな尊敬しています。ただ最近あの MC で神野大地選手がもう隣にいてこういろいろ話すっていうのが仕事があったんですけど、もうその時は山の神が隣にいるみたいな感じで自分の MC をね忘れるぐらいすごい楽しんで仕事をしました。まあ、みんな尊敬しています。次10番、まさみさんの使っているスキンケア用品が気になります。お肌がとても綺麗ですということで本当に嬉しい。綺麗かな。スキンケアはこれもまた違う YouTube でしっかり紹介したいと思うんですけど、サクッといきますと、まず化粧水はこのねメルビータを使っています。こちらですね。これは結構あのインスタグラムとかいろんなところにも出してるんだけれども、いろんな化粧水を私使うんですけど結局これに戻ってくるっていうので、まあ、オーガニックだしあの香りもいいしちゃんと保湿もしてくれるので私はこれが本当に好きです。そしてもう一つが最近ね私のねあのスタメンに仲間入りしたこちら、あのシシのロザリティウォーターリーマスクっていう、このねまたこちらもローズなんですけど、ベタベタになりすぎないで、ローズの香りがあのもう自然のローズの香りなので、なんかね具合悪くならないっていうかケミカルな匂いがしないので本当にこれおすすめです。でこれあの化粧する前とかも使えるっていうので、もう私は夜も朝もしっかりつけて、これは最近のお気に入りになっています。はい、ダン。こちらファミュのあのマスクなんですけど、これは走って太陽浴びすぎたなっていう時とかにアフターケアとして使っています。もうなんかね太陽浴びすぎると私あの日光湿疹アレルギーとかを意外とねこの黒さなんですけど持ってるので、しっかりねケアはしていますね。11番いきましょう。ヘルシーなお肌作り、スキンケアやメイクの方法、スポーツをする時のメイクが知りたいですということで、スポーツをする時はほぼほぼメイクはしてなくてしっかり紫外線カットはしています。でまず顔にねマラソンの本気のあのもう大会出る時と普段の時っていうのが全然違ってて、それもまた紹介するんですけど、本当に日常的に必ず使ってるのは、走る前はこのママバターの UV カットのこのクリームを日焼け止めねしっかりあの塗って全体的に塗っています。で SPF30 が入っているのでそんなに高くはないけれども、あのなんかつけ心地がいいので私はこれすごく気に入ってて、多分これは5本ぐらい買ってるのかな、5本ぐらい買ってるかと思います。であとあの日焼けっていうことでもう外もしっかり塗るんですけど、中からもこれはねもう何年飲んでるんだろうってぐらい飲んでるんですけど、これはねあのホワイトベールっていう飲む日焼け止めを私は飲んでいます。飲むと飲まないとではなんかあの跡がつかない、つきにくいのかな、なんか跡がつかなかったりとか、前はついてたんだけどついてないとか、なんかそういったので結構目に見えるあの違いっていうのは見えてますね。多分それはホワイトベールのおかげだと思います。はい、次行きましょう。12番、猫ちゃん飼ってるんですね。猫ちゃんの自己紹介教えてください。猫ちゃんはこの通り飼っていません。あの私のねストーリーとか見てくれてるね方がねそう
ね、結構質問してくれるんだけれども、私は猫大好きなんですけど、よく出てくる猫ちゃんは妹のお家にいるガブちゃん、ガブリエルちゃんと、あと実家のナジュとサマーとカルちゃんが出てきてますね。13番応援しています。ちなみに鬼滅見ましたか？ありがとうございます、応援。鬼滅ですね、見ました。アニメとかあんまり見ないタイプなんですけど、やっぱ世間が鬼滅最高だったとか、こういろいろさ聞くと、もう見ないとダメじゃんと思って、もうなんか大人になって食わず嫌いと水嫌いとか、そういうなんか自分の固定概念は捨てて生きようって思っていたので、それでなんか鬼滅見てみたんですけど、めちゃくちゃハマりましたね。ちゃんと映画も見に行ってね、また続編出ないかなってすごい楽しみにしています。次は鬼滅見たので、呪術廻戦っていうのをちょっと言いにくいんだけれども、それもなんか面白いって聞いたので、それも見ようと思っています。14番、好きな男性のタイプは？はい、ありますよ、タイプ。まず一つに、寝起きがいい人、そして2つ目、笑いのツボが一緒な方、3番目に食の好みが一緒の人、そして最後に清潔感、清潔感は本当に大事だね。この4つね、昔はね、なんか面白い人、優しい人とか言ってたんだけれども、まあ30歳になるとこんな感じになってきますよね。はい、次、15番、アクセサリー紹介が見たいです。アクセサリー本当に好きで、今は、私はこちらですね、最近すごいお気に入りなの、こちらトムと、あとこの耳につけているこのフープは、札幌に行った時に4ペラの上になんか、ね、いっぱいねアクセサリーがね、なんか売ってるお店があって、ブランドの名前とかわからないんだけれども、錆びないよって言われて買いました。それでアクセサリーをまた紹介したいと思います。次、16番、いきます。食事管理が難しいです。心がけていることはありますか？食事の管理難しいですよね。なんか私も昔はすっごいダイエット頑張ってて、もう頑張りすぎて体を壊してたぐらい、本当にね、なんかもうモデルみたいな時代はやってたんですけど、しっかりご飯を食べて、でしっかり運動をして、で睡眠をちゃんと取るっていうことをすれば、なんか肥満になったりもしないし、もう健康にいつでも体が軽く動かせるのかなって最近いろいろやってみて思いました。またダイエット。17番、まさみさんのダイエット方法かっこ運動を知りたいです。最近本当にダイエットしていなくて、ただまあ心がけてるのは運動をする、毎日1個は運動してますね。ヨガかランか何かしら、雨とか降った時はダンベル持ってスクワットしたりとか、まあ家でできることがたくさん本当にあるので、そういったこととかも本当にいっぱいあるのよ。もうみんなに教えたいって感じなので、それも紹介できたらなと思います。次行きましょう。18番、毎月ネイル変えていますか？じゃらーん、ね、変えましたよ。今12月末というところで、今回はワンカラーのイエローにしてみました。でいつもなんかネイル変えるときはなんか何かしら、今日はなんか日本っぽいのがいいとかで、いろいろこうテーマを決めて変えてるんですけど、今回は2021年はラッキーカラーがラベンダーとイエローとベージュが、この3つがラッキーカラーらしく、このイエローは開運と金運と、あと運を動かすっていうのが書いてあったので、そんな理由で黄色に変えてみました。19番だ、次。はい、19番、体調崩して休んでいた時は心配でした。どんなことで気持ちを紛らわしていましたか？あーね、体調本当に今年ね崩して、ラジオを休ませてもらったりとか、本当にいろんな方にご心配と迷惑をおかけしたんですけれども、今この通りとっても元気でございます。はい、その時は運動できなくて、でまあ運動できなかったんだけれども、まあ、気を紛らわしてたかって、運動できなかった代わりに、頭を動かそうと思って読書をしたりとか、本ね多分3冊ぐらい読んだんだよね。で3冊読んだりとか、でその時は英語単語をすごい覚えたりとか、発音の練習したりとか、動かないでできることをいろいろしていましたね。20
まさみずキッチン続編が見たいです。いやありがとうございます。そう言ってくださるなんてね。まさみずキッチン次何アップしようかね。なんかヘルシー系の料理とかなんかいいよね。また喋りながらさ料理するみたいな、そういったこととかもまたアップします。ありがとうございます。次21番、のっちとコラボ YouTube が見たいです。のっちだって。え、のっちはですね、私のミュージックサラダのラジオ DJ、 私は水曜担当で、のっちはのとありささんは月曜担当でのっちって呼んでるんですけど、まあ同期でラジオのね。でなんかすごいね、もう本当にのっちといると元気になるんだわってことで、コラボだってさ。のっち何かちょっとやりたいよね。 LINE します。はい、22番、まーちゃんは左利きのようですがウクレレは難しくなかったですか？そうなんですよ、ラジオ聞いてくださっている方ですね。ラジオで今年みんなで何かに目標を持って挑戦しようよっていうエアージョイント大作戦っていうのをやっていまして、今もやってるんですけど、私はね、人生で初めてウクレレを弾きまして、まあ今も弾いてるっていう感じなんですけど、なんかね左利きだけども全然大丈夫でした。はい、23番、お酒は飲みますか？はい、毎日飲んでおります。もう飲んで食べて運動するがね、一番の私の中の健康だと思っているので、お酒は飲みますね。最近ビールも本当に大好きなんですけど、もうナチュールワインにハマるのドハマりしていて大好きですね。はい、次、24番、学校でハンドクラップの発表があったんですが、山本さんの動画を参考にさせていただきました。ありがとうございます。ハンドクラップね、あげたよね。あれね、うちのママと一緒に踊ったんですけど、あれ本当に大変で、もうね人とね何かを合わせるってこんなにも大変なんだって思ったんですけど、まあママだったんだけどね、もう合わせるのに合わなくて50回ぐらい本当に2人練習して撮って練習して撮ってみたいな感じでやりまして、もう3日ぐらい筋肉痛でした。25番、ユーカリスタジオの紹介、ラジオのちょっと裏側が見たいですね。これは大人と要相談ですね。私も紹介したい。なんか面白そうだよね。26番、普段の食生活に興味があります。あと私服はもっと見たいです。嬉しい。普段の食生活面白いかな、私の食生活。あと私服ね、もう本当にね、服も持ちすぎなのよ。大好きなんですけど、お洋服も。そういうのもちょっとインスタグラムとかでいろいろ載せていこうと思います。ちなみに今日着ているこの服はですね、これはどこで買ったっけ、札幌の、ヴィンテージのピシェっていうところで、私の友達のね、高校からの友達が働いてて、そこでKにすごい勧めてもらって買ったんですけど、これすごいお気に入りです。暖かいです。27番、ファーストフードは食べますか？ファーストフード大好きです。もうね、私のね一番好きな食べ物はハンバーガーなので、本当に最近は週1で食べてないかな。なんか本当に食べるときは週2ぐらいでハンバーガーとか食べたりしています。はい、次、ポテトは細い派ですか太い派ですかということで、ポテトはですね、細い派ですかね。はい、塩が結構まぶしてるのが好きです。もう最後になってきたよ。28、ヨガ教えてほしいですということで、ヨガね、来年教える機会ができてくるので、またこれも随時発表したいと思うんですけれども、私は本当に今も前屈ができないぐらい体が硬くって、でもヨガって本当に呼吸が大事なので、そういうこととかもなんか柔らかくないとヨガはできないから、僕には向いてない、私には向いてないとかいろいろ話は聞くんですけど、全然私も硬いので、そういうね方々とかにもヨガの魅力っていうのを伝えていけたらなって思います。ラスト来ました、ラストです。
30、まーちゃんの来年の抱負を教えてくださいということで、来年はですね、毎年いろんなことに新しく挑戦をするっていうことを決め生きているんですけど、今年はまあ YouTube 始めたんですけどね、もう難しいね継続って。はい、来年は YouTube を頑張っていこうと思います。そしてもう一つ新しくチャレンジしようと思っていることが、先ほどもちょこちょこ出てきてるんですけれども、ヨガを教える方に回ってみようかなって思っています。もう本当に好きでいろいろこう教わったりとか勉強したりとかはしてるんですけど、それをあの皆様にお伝えできたりとか、あとフィットネスとかもね、運動のこう楽しさっていうのも、こう運動したことないし、その一歩が難しいっていう方とか、そういう方とかにも向けた何かこう、なんだろう、オンラインなのかな、スタジオなのかな、まあちょこちょこあるので、それも告知していこうと思います。はい、年末年始ということで、まあ来年の抱負だったりとか、まあいろんなね、私のこととかをいろいろ話してみたんですけど、皆さん本当質問とかね、あのメッセージありがとうございました。と、来年はね、今もう半年 YouTube 更新してなかったんですけれども、あのね、いろいろね更新したいことがあるんです。来年もどうぞよろしくお願いいたします。じゃあ皆様、良いお年をお過ごしください。